なんでここを押さえてんだって感じだけどね。よいしょーと、こいしょっか、ちゃ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 ーと。はい、こんばんは、やすみです。今日はまったりと動画を撮っていきたいと思います。てかね、見てあれ。わかるかなあれ。ちょっとピント合わせよっか。これこれ。やばくない？ケンちゃんにたい焼きをかぶせてみました。今日はですね、僕が寝るときに使っているあるものをご紹介したいなと思います。最近さ、暑くなってきて、冷房とか結構かけるじゃないですか。で、朝起きたときに、すっごい足だるくないですか？なんか昔から冷房かけて寝ると、次の日の朝ね、足がすっごいだるいんですよね。でね、最近買った、こちらの扁平足サポーターっていうのがあるんだけど、これも足の裏にね、巻いて、ソックス履いて、仕事行ったりとか、するとね、結構、ふくらはぎのだるさっていうのが改善されるんですよ。なんだけど、朝起きた瞬間にだるいのってちょっと嫌じゃないですか。あー今日も仕事かーって起きて、うわー足のふくらはぎがだるいわーみたいな、テンション下がるじゃないですか。で、だから嫌だなーと思っててね。で、なんかないかなーと思ってた時に、あ、そういえば昔あれやって寝てたわーと思って、そしたらすごいふくらはぎ楽になってたわーって思ってたものをまた再度購入したっていう感じ。もう多分みんなご存知だと思うんだけど、こちらです。メディキュット、もうみんなこれご存知でしょ。メディキュット、こいつね、履くとね、キュッとこう締めてくれるんですよね。で、なんか足のだるさっていうのが結構軽減されるっていうか、むくみがね取れるっていうか、なんて言ったら伝わるのかわかんないんだけど、まあ、とにかくだるさがですね結構楽になると。でね、今時期夏じゃないですか。で、暑いじゃないですか。だから夏モデルみたいな感じで瞬間冷却機能がついてて、寝ながらフットケアみたいなのができるよと、そういうタイプです。でね、ここちょっと見えづらいけど、ロングって書いてるんですよね。で、このタイプとフルレックって書いてるのがあるんだけど、これはね、まあ、太ももぐらいまで、フルレックっていうのはもう足のね根元付け根まで行ってくれるよっていうパターンのやつらしいです。でも僕ふくらはぎなんで、こっちの方がいいかなと思ってこっちを買いました。でね、サイズがね2パターンあって、 M サイズ、 L サイズってあるんだけど、なんか M サイズの方は身長150から160まで、 L サイズの方は155から165までなんだけど、もう M サイズ買ったんですよ。で、昔買ってるのも確か M サイズ買ってたような気がして、 M サイズ買ったんだけど、全然 M サイズでいいかなっていう感じ。 L サイズだとちょっとサイズが大きくなるから、僕は173センチなんですよ、身長が。けど M サイズ買った。でも全然履けるっていう、でもちょっと小さめぐらいの方が引き締め効果強いんじゃないかなとは思います。で、どんなのかっていうと、こんなやつで、なんかすね毛が透けて気持ち悪い感じになってんだけど、ちょっとこれズボン下ろそうか。うわ、こんな。で、普通のやつは紫色なんですよ。で、これ瞬間冷却機能パターンのやつは青色なんですよ。で、若干なんですけど、スースーするかなっていう、そんな感じ。で、どこまであるかっていうとですね、この際ぐらいまで一応あるんですよ。なんでここを押さえてんだって感じだけどね。なんかここだけ見たら、なんかちょっとね、女子じゃんね。ここをこう隠した女子、女子みたいになってるよね。裏はね、滑り止めとかついてないんだけど、ここが別にあんまり滑って落ちてこないかなっていう。お見苦しいものをお見せしまして申し訳ないです。ほんでね、一番締まるなって思ったのが、まあ、ふくらはぎというか、もうこの辺りが結構締まってくれるかなっていう感じかな。ここ締まってて、ここもね、まあ締まるんだけど、何もしないよりは全然締まるんだけど、まあ、実際もうちょっとギューって個人的には引き締めてほしかったなみたいな。ギュンギュンにもやってほしいみたいな。で、冷却機能も12時間続くって書いてるんだけど、ちょっとわかんないですよね、12時間かどうかは。ただね、あの通気性は結構いいから、暑いとかっていう感じではない。だからあれですよ、家とかではお風呂から上がったらパジャマに着替えて、メディキュット履いて、扁平足サポーターをこう足の裏にね巻くっていう、そういうスタイルで寝て起きると結構足が楽だったりとかするんで、なんか冷えてだるくなるのってちょっと嫌じゃないですか。なんか冷えてなのかどうなのかわかんないんだけど、すごいふくらはぎ起きた時だるいんですよね。なんかこういう風な感じでね、一応ケアだけはしてるよっていうお話でございます。まあ今日はそんな感じでですね、ゆるくさせていただいたんですが、もう本当足の裏だるいよとか、ふくらはぎだるいよとかっていう方、おしゃれは足元って言うけど、健康も足元からだと思うんですよ。知らんけどね。でもやっぱだるいって思うよりかはさ、あ、スッキリって方が気持ちもいいし、次の日頑張ろうって気持ちにもなるじゃないですか。価格もね、Amazon とかで2000円ちょっと切ってたかなっていうぐらいの価格だったんで、まあ、それぐらいでね、だるさが改善できるんだったら、僕は全然ありかなとは思います。一応商品の URL は概要欄に貼り付けておきますので、気になる方は見てみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。